何の線ですか。え、分からないですか。よく見る線ですよ。見たことないですか。あとここシワを入れておくとおっさんっぽく見えるでしょ。うん、まあすごいね、こんな感じ。よろしくお願いします。毎度。いつも、可愛いとか書いてるんですけど、今回は、おっさんキャラクター。そっちの方がね、骨格がしっかりしていて、形も考えやすいと思うから、慣れれば書きやすいですよ。本当ですか？はい。では、やってみましょう。はい。まあ、この前も勉強になったのが、色鉛筆で先に書いた方がいい。うん。なので、やってみます。おっさんキャラ。おっさんキャラ。どういう感じなんだろう。鼻のところが、もっとしっかり。で描くかな。そして目はそんなに変わるのかな。本当に多分いつも通りの絵になっちゃいます。こういう線枚も入りますね。あとはもっと骨が出張っているようにこんな感じかな。あとはもう少し髪がこういうようになってるかな。よし、本番やってみます。はい、できるかな。よし、軽く。よし、最初の段階から間違えずにちゃんと頭のボリュームを入れましょう。で、これが入ると思う。難しいですね。一つの線だけで多分だいぶ変わる印象が。難しい。で、髪はそんなにおしゃれ感じじゃなくてもいいかな。心配。まあ、目がどういう風に変形すればいいかわからないんだけど、とりあえずこんな感じで、もう少しジョーラインもっとしっかり。一番よく着ている服はワイシャツだね。ちょっと仕事帰りにもうネクタイは外しました。花が足りない。どうしよう、女の子を描いてるばかりだから描けないんだ、困るので、シンプルなデザインでいきましょう。もうどんな表情になっているかよくわからないんですけど、とりあえずニュートラル。で、耳は私一つの形しか描けないんです。だいたいこの部分を描いて、で後ろに曲がって、だいたいこんな形になってます。色鉛筆せっかくで描いてるのに、結局色鉛筆で実践描いてる感じですね。よし、では実践描きます。本当に色鉛筆で実践を描いた。はい、頑張ります。はい、ちょっと怒ってる感じですね。何書いてるんだろう。はい、完成です。
なんだろうこれ。やってみました。なんか年齢がもう不明ですねこれは。ごめんなさい。はい、じゃあいつもみたいに頭のボリュームとか大きさを決めて、まあ萌えキャラと違ってね少し楕円がきつくなりますよね大体の形と。あ、まあ、首は太めですよね。なんか健康良さそうな男ですね、うん、そしてワイシャツの、耳の位置はどうやって決めてますか。メガネを描いたとしてツルがかかりやすい位置。あ、まあ大体こうですよね、うんうんうん、まあ、それを立体的にあの角度がついてても感覚で分かるようになってもらえれば、うん、おっさんって言えばサラリーマンのイメージとか、うん、まあ、おっさんにもいろいろありますけどね、うんうんうん、まあ、おっさんっていうといかにもダメそうなイメージがあるんですけどね。とりあえずまともな中年親父を描いてみましょうか。まともかどうかや甚だ疑問だけど。鼻の高いところが面白い形になっている。眉毛は結構目の近くって描くんですか。まあ人それぞれですよ。何の線ですか。え、分からないですか。よく見る線ですよ。見たことないですか。ただのシワ。まあそんな感じですけどね。これが伸びていくとゴルゴ13になります。怖い。喧嘩しそうな人。かっこいい。こういうところすごい気になります、はい、目の上のこの曲がりこの形がすごい気になります、うん、なんかどうやってうまく描けばいいか、うん、慣れかな。ボディガード、どっちかっていうと菅原文太かな。昔の日本のヤクザ映画っていうのがありまして、まあ、ジャパニーズマフィアものの、ああ普通のアニメ少年キャラクターとかよりちゃんと骨が見える感じですね。そうですね。どんどん入れていっておじいちゃんにもできますけど、ね、なるほど、そうですね、うん、とまあこんな感じですか。すごい、すごい比較タイムです。まあ比べられるものじゃないと思うんですけど、まず私が描いたおっさんっていうかこの人は何歳なのかわからないですね、うん、目がちょっと大きいですね。もっと小さく描けばよかったし、でさっき日野さんの絵でこっちの曲がってる形が必要なかった。これそれはあの年には関係なく頬骨のラインになっちゃってるから、あキャラクターの個性ですからね、年に関係なく。あ多分もう少し首を太く描いたらよかったし、うん、もの喉仏も強調した方がいいですよね。ここですね、うん、そうそう、もう少しそうね、もう少し描けばよかったんですけど、日野さんが描いたギャングスターキャラクターですね。特に気になっているところが顔の輪郭が、私だとこれが頭だと思って、うん、だいたい目のところに入ってきてほっぺの形に出て入ってきて口のところに出てるんですけど、うん、日野さんが描いてくれた形だとなんか目のところ眉毛のリッジっていう、こういうところがすごい気になります、うん、入ってきてほっぺの形が出るけどほっぺの厚みがあって、でまた口のところで出っ張って、でさらにその下になんか顎の形が入ってくる。なので眉、頬骨、ほっぺ、口と顎の分かりやすいようにちょっと説明してもらえますか。まあもうこことここに関しては感覚です。感覚。このラインもね、うん、左右のバランス考えて、うん、ざっくりまっすぐだと顔がね細すぎるし、うん、厚みを持たせて、さらにこの口のたるみ、うん、
おっさんの証で持ってって張った顎。なるほど。キャラによってねこういうのもありだから。で目なんかやるとあのよく見ると分かると思うんですけど、年を取るにつれてちょっとまぶたが下がってきてるでしょ。そういう表現もありだから、まあ若い時はねこんな感じだったけど年を取るとこんな感じになるでしょ。なるほど。花の形、私が描いた花がこんな感じで描いたんですけど、日野井さんが描いた花だとここがこうなってます。こういう形だけど日野井の形はなんか逆、こうでした。まあこれは省略の仕方ですよね。花の穴だから。でピコ線が多いとね、この線も入ってくるし、もっと線をつなげるとこんな形になってるんです。人間の頭はね。でどこをどう省略してそれらしく見せるかが問題なんで、今度こうでしょ。そうですね、線を入れていくと そこまで果てしなくリアルに作っていくと、すごいリアルになっちゃいます。どの線をどう取捨選択して取るか。あ、まあこの線おっさんには大切ですよ。あ、井上さんの絵だとここですね。そう。ああ、じゃあ私の絵入れるんだったら入れるんだったらね。ああ、そうなんだ。シワの発生点はまあそこからこうなりますね。あ、まあテレビ見ててもいいし自分の顔を鏡で映してもいいし、その筋肉のシワの出所っていうのをいろいろね見てみると、あ、こうなってるのっていうのが分かってきます。一般的なアドバイスとしておっさんキャラクターを表現するにはもっとリアル感を入れることですか。まあ特徴的なシワとか、あ、骨の凹凸とか。なるほど。じゃあこういう目のたるみとか、私の絵の上に簡単に、やってみましょうか。お願いできますか。だいたいの絵を描いた、こう顔を描いた時に裏返すと、あ、ね、あのよく描けてるかどうか分かるじゃないですか。そう、ね、時々それをやってみるといいですよ。じゃあもっと基本的なバランスの問題になるかな、男の場合は骨格がしっかりしてた方がそれらしく見えるので、こんな感じでこう一段上げてから下にスーッと下ろすと、おお、それだけでおっさんっぽく見えるじゃないですか。あ、でちょっと膨らませてから持っていくと、まあここですよね。このたるみの線もね入れてもそれらしく見えるし、上まぶたのね、これがこう顎の方につながってってるラインだと思えば、だからこうやって曲がってる線に入れるんだ。頬を入れるとしたらここら辺ですかね。あとここシワを入れておくとおっさんっぽく見えるでしょ。で目尻のシワも入れておけばさらに、でさっき言ったようなこめかみの線も入れたりして、まあ、ここら辺、ね、入れてもいいし、耳の描き方としては、だいたい普段いろんな作品で共通して使えるのが、まあ、こんな感じですかね。でこっからこう伸ばすと唇までねつながってくるじゃないですか。まあすごいね、こんな感じ筋をしっかりあの意識して引かないと鎖骨の方に伸びてて、まあこんな感じでつながってるんですけどね、筋細かく描くと。実際のシャツはこういう縫製になってるから、あ、いつももう漫画だとね本当に省略したのでしか描かれてないけど、まあすごい、そのところですかね。すごいありがとうございます。すごい勉強になりました。鼻の形とか顎の厚みが出てるからこういう曲がりがあるとか、この線も入れてもいいし、この発生点のこととかいろいろ入ってますね。じゃあありがとうございます。どういたしまして。勉強になりました。はいはい。